はい、エトワール賞ってことでね、見ていきたいと思います。秘密結社ヒガム総帥八でございます。こちら紋別のですね、短距離重賞ってことで、まあ、北海道はね、北海道スプリントカップなんかも、まあ、結構ね、地元の利を生かして馬券圏内に来る北海道勢なんかもいたりして、まあ、レベルが上がりつつある、まあ、そんなね短距離路線の中で、まあ、今回はねそういう通用しそうな馬が出てくるんでね、そこから安易に行きたいと思います。軸は2番のスペシャル X、まあ、前走兵庫で重賞3着、まあ、H3 競争ならね格上の存在って言えるような感じかなと。まあその前のね同栄スプリントで勝ってはいないだけにね、まあ同栄スプリントで負けた相手が出てくるだけにあれですが、逆にね休み明け云々ってことで言えばローテ的には間一つ使ってるぐらいの方がいいのかなということで、ここはですね軸でいきたいと思います。まあ、そして3番のジャスパーシャイン、まあ、前走はね大敗してますが、まあ、ウポポイオータムダッシュでは2着に来ているように、まあ、同栄スプリントでは負けてるけれども休み明け立て直して、まあ、北海道のスプリント勢としては上位だぞというところは見せてほしいかななんていうふうに思います。まあ、そして5番のスマートダンディはその昨年の同栄スプリント3着に来てるんですが、明け10歳、10歳ってなってくるとね、まあ休み明け厳しいよねと。まあ10歳って人間の年齢に例えたらっていうとね、アスリートとしては少なくともこう年齢の4倍なんて言われると40歳、まあ本当にそんなではないとは思うんだけれども、ね、40代になるとそんなね休み明けとか本当きついってことでね、紐までの評価でいきたいと思います。そして8番のスティールペガサス、同栄スプリントの覇者、その後の交流重賞で大きく負けてるあたり、まあ、スペシャル X との後先って点ではね、どっちで行こうかなって感じになりますが、紐には置いておきたいと思います。そして11番サラキャサリン、去年のね1年前名古屋で世代重賞を席巻してました。ただ距離が伸びてっていう中で、まあ、兵庫に転出して3連勝、まあ、その後のね北海道への転入ってことで、今回は期待をしてみたいと思います。はい、ってことでまたいつも通りやっていきますんでね、チャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。